Q あのー、そんな感じで、はいえー、35X って振り返って僕も見たり読んだり今回にあたってしたんですけど、うん、あのー、もう見ましたね驚くほどいろんな失礼なことを聞いたりとかねしてましたね <laughs> してたよね <laughs> そうまあそ,そうかもねあのなんだろうバンドのこととかよくあれだったね、うん、その当時撮影のそうそう あの結末みたいな何、うん、だったんだみたいなね、うん。何を言いたかったかっていうと改めてですね 35X っていうの、ん、そういうふうにその京田さんの人生観とか一年一年まあこれが一番の趣旨なんですけども、うん、こう切り取ってじっくり深くうん。 人間気を張るみたいなところを深く掘り下げていこうっていうのが、えー、以前の 35X シリーズで、うん、今回の 40X シリーズでも、あのー、求めていきたいところなんですけども、うん、僕化粧のことをかなり突っ込んで聞いた語があってメイクお化粧系とかいろんな、うん、あのフレーズが飛び交った語があるんですけど京郎、うんうん、さんは 35X の時に、うん、要するに自分が化粧するっていうことは別に。 に男でも女でもない性別を超えたものになりたいっていうこれはね僕はあの九段会館のマンスリーで見させていただいた時に、はい、先ほどの40歳にな,なるっていうね寸前の話でどうなるかっていうことの化粧の話で言うと、うん、実感としてね 35X の35の,その話を聞いたときに男でもない女でもない性別を超えた存在になるために化粧するっていうのはいまいちピンとこなかったんだけどこの間のマンスリー九段会館で見たときにあこういう方向性に行きたかったんだなっていうかねもうもののけに近いっていうんですか人間じゃないな、この人最近メイクするとっていう妖艶に近いものがあるんですよ、はい。<そ>メイクします、はい、なん そうすかね僕いくつまでメイクするのかなと思いながら最近メイクしてますけどそんなそんな問いかけがあるいや年齢はうんなんかやっぱり超え,ない超えたいとか言ってたけど、うん、超えたくないと思ってきました、ね、最近もね性別は、まあ、ロックミュージシャンでもともとそういう,うんなんかか男なのに例えば、うん、こう なんだイーボブとかそうじゃないですか、うん、裸になってみたりですとか、うんまあ、メイクしたりとか、うん、であのマーク・ブロンなんかはそのスパンコールのジャケット着たりとかデビッド・ボーイもねこううんそうですけど、うん、年齢はなんかあのいい感じで、うんあのー、老いていく美しさみたいな、うん、ミュージシャンが、はい、それは性別を超えるっていう部分ではそういう。あの なんだろう、うん、先にあの世の中に存在するミュージシャンで、うん、何人か、うん、そういう人もいるし、うん、僕もまあそういう部分がステージではあるのかもしれないけど、うん、年齢はなんかね逆にあのすごいといえば仮にものすごい綺麗だとするよ、うん、あの肌とか <laughs> あの20代ぐらいの美しさでつるんつるんのいられたとしてもあのー、でも。 なんか歌ったりとか動いたりとかうん,うんそうねなんだろう、まあ、MC とか話したりとか、うん、そういう時にはやっぱりちょっと年齢ああっていうのは感じてほしいですよね、うん、逆に最近は。確かに性別を超えるっていうのは、うん、すごい僕の中では昔からあるんですよね。その 昔ってもちょっと前からね 35X ぐらいの時から、うん、結構重要なテーマなんですけどねでも去年見たその玉三郎さんの「小山」の舞台に近い妖艶さっていうか、うん、もう玉三郎さんは性別超えちゃってるからあの人はうん、うん、女女型やってるんだけどもう女じゃないしじゃあ男かっていうと男じゃないんですよ,ですよ結局 ミュージシャンっつっても、うん、あの勘違いしてる人いっぱいいてビジュアル系の子たちもそうだけどうん、うん、女の子みたいになりたいっていう場合あるじゃないですか、うんはい、はいはいあ,のあと可愛い男みたいなはいはい逆に言えば萌え系の服着てね、うん、もしくはちょっとこう、うん、ホストチックなビジュアル系みたいな、うん、スタッフってやつですね、うん、あ,のあれはもう全然性別は超えられてないんですよね、うん あ,あれ逆にし,すぎしすぎオ,オカマみたいな感じになっちゃってるんで、うん、違うんですよね、うん、なんかあの女になりたいわけじゃないので、ねうん、かといって男でもなくて、うん、みたいなそのミュージシャンでロケミュージシャンっていうロックスター的なその辺が結構解釈が違うメイクなんだろうなと思うんですよねメイクの種類じゃなくて、うん、意味がないっていうかメイクをする理由がないっていうのも感じる。 うん、でイコール歌いたいこともないんだろうなと思うんですよねまあ厳しく言えばねでもまあ,あ<ー>最近僕はそういうのをすごく感じてきててんかうんなんかその、うん、今はいいいい理由がちゃんと生まれながらそこにあるあの歌いのあるからステージでああ知られるっていうのはあるうん、うん、なんかはっきり明確には言えないんだけどさ、うん、なんかこううん。 ああ、俺とは違うって思うみんな若い子たちの、うん、そうだし他のまあ年が近い子たちもそうなんだけど、うんうん、ああ俺とは違うことをしたい人たちなんだって思うね、うん、今最近まああの名古屋でのコ<日>ンサートも昨日もそうでしょうけど最近こうメイクをバシッと決めてこうステージに出る前に感じる思いって 35x から比べると変わった部分ってあります あの頃さ、メイクあんましてなかったもんね最初の 35X の最初の1号、うん、とかうん、うん、今見ても、うん、ものすごい普段着で乗ってるじゃないですか 2>, <laughs> 2号ぐらいまでん <laughs> まんまね <laughs>、うん、そういう時期だったのかなーっていう,うんなんかでも今はどうだろう,、うん、うこう、メイクして歌ってる時ってでも自分はもう完璧に物のけって感じしませんう なんだろうねただうねどうかななんかなりたかった姿を思い浮かべてますけどねなんかわかんない今もうん今もい,いいね40になってもそれあるって、うん、まあでもそれがだんだんずれてきてるっていうか <laughs> ずれてきてるからこうなれてるんだろうなと思うんだけど、うん、だ昨日だから僕カウンストアとやったのは。 昔僕が大好きだっ今も大好きなんですけど、うん、あのデッドエンドのモーリーさんっていう方があそこでライブやったのを初めて見に行ったのが、うんまあ、昨日僕がライブやった会場なんですけど、うん、で何だろう今まで何、まあ、だろうなこうライブやったこうキャパシティでいえば黒、まあ、メだったりサツだったり僕の方が、うん、当時のデッドエンドよりも。 全然もう超えてるんですけどなんで15年目で初めてあそこでやるのかなっていうところで5年5年5年でね結構それを感じててそれでやっぱあの頃見た美意識の始まりっていうまあ雑誌とかでは見てたんだけど当時いろんなバンドを初めて生でああいう人たちを見てああこうになりたいっていうなだで俺じゃないんだろうみたいなところが。 あのー…始まりだと思うんだけどさ何だこう、うん、いざなってみると何だかまたずれてるっていうあ,あれとはちゃう多分俺は完璧なもの、うん、あのままにはなってないけどうん、うん、なってなかったからこう今ここで歌ってるっていう微妙なこう気持ちが渦巻きながら歌ってたけどね。 それはリスペクトとオリジナルの違いでねなんかやっぱりそのそれがやっぱり誰も真似できない清張スタイルなんですよきっと、うんまあ、そのまままっすぐ、うん、モーリーさんと同じ道行っちゃったらそれは違うと思うしね確かにねやっぱね、うん、あの <laughs> なんだろうあれだってモーリーさんはまだ20代後半後半中盤後半の頃中盤ぐらいかな、うん で、僕が10代、うんえー、20代、うん、20, 20歳ぐらいか、うん、だからさやっぱこうあの今40じゃないですか、うん、だから全然違うはずなんですよ昨日ライブ見た人が見てる絵も、うん、当時の僕が見てる絵とは違うはずで、うん、なんか多分モーリーさんよりもキャリアのある僕を。うん 見たと思うんだよね、うん、当時の僕が見たモーリーさんだからねそういうのもあったりもして、うん、いろいろ考えるんだけどやっぱり本当におかおかまそうなんだろう男でもないし女でもないしもう清春だっていう意識はないんですよもう本当、うん、歌ってて、うん、ステージから見てる景色っていうのは、うん、もう俺清春だっていう意識もなくて、うん、ほとんどゼロで,、うん、である部分ではもう本当小さい時の自分を思い出してるしあ,<ー>、うん、あとはなんだろう こうファンの頃から見えてる自分はこう見えてるのかななんていうイメージも膨らましてるし照明がパッと当たっててうんまり気にしてないんですよねそ,のそこではねただこうやって話す時になるとやっぱり年齢みたいなのはこうにじみ出た方がいいなと思うんですけどあの時っていうのはステージの自分っていうのは本当 もちろんファンのこと交流してるんだけど、うん、もう自分との交信ですよねかなり<ー>、うん、に近い。